はい、えー、それでは京都新聞杯本チャン行きましょう。はい、えー、すいません、昨日の15調査ごめんなさい、お休みいただきまして、すいませんね。はい、えで、あとは、えー、っと、何やったかな。あ勝負レースは日曜日にやる予定なんで、よろしくお願いします。明日は京都新聞杯一択で行きませう。行きませう。はい、えー、それでは早速行きましょう。レッチャゴー はい。いよいよ、いよいよって見ようから。はい。それで出きましょう。いよいよ、何がいよいよ。あ、いよいよ、一応いよいよか。東京東京ワンが5週連続で発生します。はい。まあ NHK マイルと新潟大商店は明日の番を開いてから、また本チャンでっていうところで。はい。あとはですね、あのー、京都新聞配囲で済ましたね。で、中京が始まりますよ。もうそれが、ま、それがいよいよや。とりあえずそれがいよいや。はい。 で、新潟もね、新潟大商店もいつもと違って、す、え、で、ー、に福島開催分がありますんで、ババがどうかっていうところで、いつもと傾向が全然違いますよってところを軽くご紹介した上で、うん、今日の島行きましょう、うん。はい、小雨降ってます。というのも、関西実は今日雨降ってました。なので今、関東、そして東海かに雨雲が流れているようです。それびっくりしなきゃ、びっくりしなきゃ、雨降ってないと思った。雨降ってた今日と思って怒ってた。お,うおう、お、は、お、い、お、ね、お、お、えー、お、お、お、てお、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 まお、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  レッドジェネシスか、まあ一番人気でしょうというところで、はい。で、そのレッドジェネシスを抑えて、え今、暫定本、暫定ごめんなさい、何て言ったかな。はい、マカオンドール本命で行かせていただきます。はい。マカオンね、ここね。えー、っと、まあ、あの、多分ポテンシャル的にはレッドジェネシスでしょうね。はい。 うん、レッドジェネシスですわ。普通にレースしたら多分レッドジェネシスですわ。うん。はい。前奏半身24、えー、ゆっくりスタートして、えー、3位コーナーでまくってって、まあ長く癒し使うっていうところで、はい。 えー、リリ,リーブルミノルに4マシン差、非常に強かったと思われます。はい。上がり最速も6層のチューンソ叩いて、えー、ポジションを無理やり取りに行ったフリージア賞だけちょっと破れたってことで、やっぱ、あのー、姉妹さえね、残しといたら、えー、特にしかも長くイエス使えますんで、600メートル、800メートルぐらいまでかな。結構エンジン。 えー、かかれば、えー、もうそのまま行っちゃうもんなんで、やっぱ強いなっていうところは見ましたね、前作もね。はい。で、今回それを差し置いてですね、マカオンドールで行かせていただいてます。すみません。えー、対抗から結構迷いなかかりました。はい。えー、というのも、えー、この舞台、京都新馬灰と、と例年違って、まずあのー、中京開催なんですね。で、まあ1周目っていうところで、まあ開幕週なんで、まあ、そこまで、えー、っと、穴浜から行かず、まあまあ大体、 えーまあ、まあ人気馬から選ぼうっていうところもありましてうんちょっとねあのやっぱ最終週とかになってきたらねもっとあのスタミナいる馬場、えー、パワー適性いろいろ考えて選ぼうかなと思ったんですけど、うんまあ、開幕週だし大体まあ実力のまが来るだろうところで、えー、上位3等人気からマカオンドールを選ばさせていただきますし、はいまあ、というのも、えー、やっぱ中級二2200特殊な舞台です、えー、スタートして、えー、急坂 えー、そして最後も急坂、2度の急坂で、まあそれだけで言うと、東京24とまあ左回りで変わらんじゃないのってとことで、まあ東京24とニアリんのとこもあるんですけど、えー、まあ東京24はね、スタートのところが、えー、坂ないんで、まあどっちかというと、東京25に近いコース形状で、まああと4コーナー曲がったところですよね、3コーナー。 の、えー、下り坂から入るんで、そこはやっぱ癖も結構強くてですね。で、また坂も結構急でありまして、結構癖が強い部隊になってます。はい。で、基本的に開幕週なんで、ある程度前目でポジション競馬したのがやっぱあの上、上位になってます。当たり前のごとく。で、このままさらに何がいいかっていうと、まず、えー、勝った部隊がまず中京2000メートルなんですね。で、まぁ、あ、中京2000と2200は、あの、リンクしませんよっていう説明、口酸っぱくずっと言うてます。私、この YouTube で、うん。ずっと言うてるよ口酸っぱく。うん。 2 0 0 0ル勝った馬、まあ、2200勝てるかってうそうじゃないよって説明したんですけどですね。はい。えー、中京二2200、えー、結論変えると前走勝ってしまいました。はい。まあ、ここ勝ったってことで、まあ、中距離2200、どちらでも対応できる素晴らしい馬だなっていうところと、で、まあ、これだけじゃね、えーまあ、別に京都新聞杯か、まあ、今回の舞台と一緒の、えー、中京なんで、まあ、これだけだと超いいですよなっていうところと、もう一個プラスアルファすると、中京二2200を、 に適正が出る、えー、理由傾向といたしまして、はい、これも一回言ってます私、えー、京都ですね中京2200となぜか京都2000がね、えー、特にこの、えー、1勝クラス2勝クラスそして3歳戦ぐらいまでかな結構リンクしやすい舞台でこれなんでかって理由がね正直あの弾けてないんですけど右回り足内回り足、ね、京都どうやねんってところで はいっていうところで、えー、京都の 2000m3、えー、着、えー、そして、えー、京都2 0 0ステークスも3着と、まあ、ここ後の重賞はワンダフルタウン、アドラーゴも、ここ相手に3着はまあ十分強かったわけですよね。はいで、ね、京都2 0 0ステークス、特に、あのーまあ、有,名な有名なところなんですけど、はい えと直線ですね、京都内回りで窮屈な競馬、マカオンドール仕入れられて、道中、バグのまんまん中、どこ持ち出すのってころになったんですけど、ワンダフルタウンとかね、えー、スムーズな競馬だったんですけど、マカオンドール、道中、えー、ここから一瞬ぽっかり空いたんで、この進路行こうと思うんですけど、ちょっとね、前の間がよれてしまって、ここでブロックされるんですね。はいでちょっと厳しいところ、えー、一旦キュー番にかわされたところ、もう一回、 外だ正直あそこでやめちゃうもんめちゃくちゃ多いんですけど、はい、昼間と最後伸びてきましたしかもあの葉もうとてつもない伸びにしましたこれねはいというところであの間違いなく進路間違いな,くなければほんまにチェッ着やったらたらればちゃたらればなんですけど間違いなく強かったのようだと思います、うん、ちょっとやっぱ岩田さんってとこもあってねやっぱあのどうしてもイン,インつきたいバグンさばきたいっていうやっぱねガが強い方なが強いですけどちょっと屋根がミスったかなってとこうですねはい で、片ところがやっぱ中級2戦松山君、そして前走松山君。やっぱある程度騎士乗せると、えー、馬も応えてくれますので、はい、で2走前しかレッドベロシティですね。後の重勝馬、こちらも後の重勝馬、あと朝間にいたずらね、はい、こちらにも、えー、先着しているところでやっぱ価値あると思います。はい、よろしくお願いします。レッドベロシティですからね、えーじゅ。ごめんなさい、重勝馬って言って5部あるな、ごめんなさい、青場所3着です、はい。十分ですからね。はい、もうこの相手2着。十分だったでしょうというところで、今回よろしくお願いします。 ま前奏も強かったしね。はい。クリアリングアイテあれちゃうかったっけ青葉出てきたよね、確か。ですよね。まあ、なんで、まあ、ある程度重傷に出てくる馬たちになぎ倒しで勝ってるんで強いなってところあります。はい。前奏しかもあれですよね。オーバーママって、あれですよね。上位4頭以外も7場所にぶっちぎってますんでね。うん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 。 は結構高かったと思います。はいまあ、両場で高速決着でどうかってとかありますけど、あとは4に代わりが浜中さんってところで、まあまあ浜中さんやったらギリギリ中距離2200強有範囲かなーっていうところですはい、中距離2200の機種、福永さん、河原さんはもちろんなんですけど、一応まあ、藤井耕さんもまあまあまあと思って、浜中さんも悪くないんで、はい。 まあここ、川田さんと福永さんがね、中級にして2くて人気だけで、屋根だけで集めるなら、ここは浜中さんチャンスかなと思っております。はい、レッドジェニスも一応川田さん人気もあるでしょうし、あとまあ、もうやっぱ人気でいうと、これですよね、ルペルカーリーですよね。これが福永さんでだけで人気、あと、両決って人気だけで出たりしてるけど、2200ってちょっと距離長いんちゃうかなと思ってるんですけど、中級にして勝ったけど、まあ、モーリス・さんグラーがもう終わで買ったかなところと、相手が正直大したことなかった、ってやったんで。 毎日年も伸び負けで負けてます。まあ、モーリス3区切れる馬じゃないんで、かといって2200切れる舞台じゃないんですけど、確かに切れを寄せる舞台じゃないんですけど、距離伸びてどうかなってとか正直あるんで、ただに福永さんで人気だけやったら、ここはあの正直評価下げてます。うん。 福永さんってだけで勝てたら苦労しないで競馬ってうん。確かに中級に千2 0 0河原さん福永強いんですけどね。アカウント通りで行かせていただきます。やっぱ中級に千2 0 0はやっぱ一歩先輩かな。あと、京都教校舎ね。教師校舎ってか京都実績ね。ここ大きいんですよね。ここ大きいんで。はい。リンクするボタンでよろしくお願いします。あと、相手こんなもんにしておきますね。はい。あと、ワイドエンペラーベロチョーロもちょっと期待してます、ね。ベロチョーロ確かあの、何やったっけ。えー、過去に2200中級でディープモンスター相手に2着。はい。あと、前奏ね。 あの西村君で勝ってますんで、ジンバともに頑張ってください。まあまあ、高度計で優秀だった。あとは中距離に侵略、西村さん参ったら怖い方なんで、うん。一体っての競馬になった子やね。はい。で、一回ダート使われてるんですよね。ってことで、ダートの適性もあるのかなって考えると、やっぱ中距離侵略の適性もあるのかなってところですね。うん。西村さん、中距離をめたらあかんでっていう代名詞は前走出ましたからね。前回ね。はい、ギービオンですね、これね。はい、ギービオンやらしたから、10番に27番。あああ、って思って。 中幾のま、西村さん怖いからね、怖い。毎回して怖い、マジで怖い。了解ですってことでありがとうございました。はい、一応対抗候補してます。三連服のフォーメーションの対抗候補、あとベロチョールでホワイトエンペラね、はい。こちらで3着やって、タックラッシュ。うん。まあ正直、新馬戦せん。あの外 回らされて競馬になってなかったんで、まあ、それ以降頑張ってるんでね、誕生不十和さんってことで、もう一回巻き返しあるかなと思ってます。よろしくお願いします。まあ、この8軸で3連覆12がかぶか,か,かすったらおい,おいしいなってところで、よろしくお願いします。おいしい。812とおいしいな。812とおいしい。はいということで、仮面に戻りましょう。はい、ということで京都審判員、今回中京開催ですけど、マカオンドール軸でフォーメーションいきますね。よろしくお願いします。 はい、あと、おさやのボックスと、はい、あと、短笑も,も一応買っときましょうか。これで行きましょう。はい、2000年校社もちろんですけど、京都に二千字席ね、ここを機によろしくお願いします。はい、あっとごめんなさい、全然しゃる関係ないです。<laughs> はい、ということで、今日は、これだけですかね。また明日ライブ、あ、ライブごめんなさい YouTube ライブ今はダメなんで、バンされてるんで、すいません。ポコチャでまた、で、お会える方へお会いしましょうか。<laughs> はい、ということで、以上でございます。ご清聴ありがとうございました。